Adobe Creative Cloud のライセンスに関するトラブル全般の対処についてご紹介します。3、関連ファイルの削除、変更。ご使用の OS が Windows の場合、お使いの Windows のバージョンに合わせて非表示設定を表示設定に変更します。この動画では Windows 11の操作手順を解説します。スタートボタンをクリックし、すべてをクリック、エクスプローラーをクリック、ウィンドウが開きます。表示タブを選択し、表示オプションから、ファイル名拡張子、隠しファイルの2つにチェックを入れます。次に、関連ファイルの削除、変更に進みます。OPMDB ファイルを削除します。ローカルディスク C をクリック。ユーザーをクリック。PC ユーザー名をクリック。アップデータをクリック。ローカルをクリック。Adobe をクリック。OBE をクリック。OPMDB ファイルを選択し削除します。SL ストアフォルダー内のファイルを削除します。ローカルディスク C をクリック。プログラムデータをクリック。Adobe をクリック。SL ストアをクリック。SL ストアフォルダー内のファイルをすべて削除します。SL キャッシュフォルダー内のファイルを削除します。ローカルディスク C をクリック。プログラムファイルズをクリック。コモンファイルズをクリック。Adobe をクリック。SL キャッシュをクリック。SL キャッシュフォルダー内のファイルをすべて選択し削除します。OBE フォルダーの名前を変更します。ローカルディスク C をクリック。プログラムファイルズをクリック。コモンファイルズをクリック。Adobe をクリック。OBE フォルダーを右クリックし名前を変更を選択。OBE フォルダーの名前を変更します。ご使用の OS が MacOS の場合、ファインダーから画面上部に表示される移動メニューを選択し、オプションキーを押しながらライブラリーをクリックします。次に関連ファイルの削除、変更に進みます。OPMDB ファイルを削除します。マッキントッシュ HD をクリック。ユーザーをクリック。PC ユーザー名をクリック。ライブラリーをクリック。アプリケーションサポートをクリック。Adobe をクリック。OBE をクリック。OPMDB ファイルを選択し削除します。SL キャッシュフォルダー内のファイルを削除します。マッキントッシュ HD をクリック。ライブラリーをクリック。アプリケーションサポートをクリック。Adobe をクリック。SL キャッシュをクリック。SL キャッシュフォルダー内のファイルをすべて選択し削除します。OBE フォルダーの名前を変更します。マッキントッシュ HD をクリック。ライブラリーをクリック。アプリケーションサポートをクリック。Adobe をクリック。OBE フォルダーを右クリックし、名称変更を選択。OBE フォルダーの名前を変更します。Adobe アプリケーションマネージャーのフォルダーが存在する場合は削除します。マッキントッシュ HD をクリック。アプリケーションをクリック。ユーティリティをクリック。Adobe アプリケーションマネージャーをクリックし、フォルダーごと削除します。これで3、関連ファイルの削除、変更が完了しました。次の動画では、4、ファイル同期に関わるプログラムを削除の手順をご案内します。